Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は礼式の配置コールは固定、礼式の常識を解説というテーマでお送りします。まずは質問相談いただいているので読み上げます。はじめまして、トラジオさんの動画を楽しく拝見しているヘッポコシロマです。今回お聞きしたいことがあり、こちらを利用させていただきました。私は今回から初めて礼式に挑戦しています。固定は仕事の勤務時間が不規則のため組めず、野良で参加しています。見学、予習を経て最近栗木での参加です。先日一層栗木のパーティー募集があったので参加させていただきました。ほぼメンバーは集まっていたのですが、パーティーに入ってすぐ募集主さんから、あ、白だ、白さん H1 でお願いしますと言われました。私がえと返答すると、いや白だから H1 でしょうと言われ、白なら H1 は常識ですよと。会話を見るに、そのパーティーではジョブで場所が決められている、D1 は侍固定、 D2 は忍者固定、 H2 は賢者固定との発言もありました。そのようで H2 と言われた賢者も困惑している感じでした。赤間さんには黒に変えてときつめに言っているのも見ました。赤間さんは半分消えていました。ジョブによって大体の場所が決まっているのは理解しているつもりでしたが、固定が常識と言われよくわからなくなっています。結局みんな慣れないポジションで壊滅してしまい、早期解散になってしまいました。礼式が初めてなので、もしかしたら私の勉強不足なのかなと思い質問させていただきました。校内のコンテンツではポジションは固定なのか、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。結論から言うと、決まったルールはありません。絶対にこの配置と固定で決まっているルールはないということです。ただ大体このジョブはこのポジションだよねっていう暗黙の了解で、なんとなくポジションが偏るということはあります。これは礼式や校内度コンテンツを長く遊んでいる人にしかわからないので、初心者の方がわからないのは当然かなと思います。ゲーム内どこにもそんな説明ないし、今回のケースだとそのパーティー募集主が募集文に明確に書いていないので、固定概念だけで決めつけるのは当然何の説明もないのであれば、ジョブを変えろなんていうのは、まあ、無理難題だし、言われたら切れて当然のレベルかと思います。とはいえある程度の共通認識が礼式を遊んでいる人たちの中であるんで、今回は礼式のポジションの仕組みと、なぜある程度配置が決まっているのかを解説します。今回お話しするテーマはこちら、礼式の配置の常識。基本のらでは応用が効かない、マクロの意味を知る、タンクとヒーラーはぶっちゃけ自由、この4つのテーマでお送りします。1つ目、礼式の配置の常識。常識って言葉がね、あんまり好きではないんですが、共通の認識として礼式の常識的なものは存在しています。まず各ロールの名称をおさらいします。近接ジョブはメレー、遠隔物理ジョブはレンジ、遠隔魔法ジョブはキャスター、以後このような言葉を使います。まず礼式の常識なんですけども、 H1 はピュアヒーラー、白魔導士と先生術師、 H2 はバリアヒーラー、賢者学者、ジョブかぶりロールかぶりなし、ピュア DPS は D1 より、このような常識があるんですけども、暗黙の了解的なものとはいえ、なんとなくで配置は実は決まってます。 H1 はピュアヒーラー、 H2 はバリアヒーラー、これは礼式のローカルルールとして圧倒的多数の認識かと思います。あとジョブかぶり禁止の場合も多いです。で、基本のパーティー構成だと MTST D1 から D4 H1 H2 があり、肝心なのは DPS の振り分けです。 D1 D2 はメレー、D3 はレンジ、D4 はキャスターという認識がほとんどです。 DPS 内で各ロールを揃えることでパーティーボーナスを得ることができます。で、パーティーボーナスとはステータスが上昇するもので、礼式でシビアな火力などを求められる際は必須とも言える要素なので、構成は各ロールを揃えることがほとんどです。ただメレーが2名じゃないといけないということはありません。固定パーティー主やパーティー募集主、さらにコンテンツによっては変動することもあります。例えば D1 がメレー、 D2、D3 がレンジ、 D4 がキャスターというように、ロールが3種類あれば別にどこに偏ってもパーティーボーナスは変わらないというわけです。コンテンツによってはギミック処理でボスが殴れない時間が長いという理由でレンジに構成にする場合もあります。まあ、最近だと機構士が近接と大差ない火力を出せるんで採用されるっていうこともあります。ただ基本はメレーの方が火力が高いので、D1、D2 をメレーにする構成が圧倒的に多いです。その中でも侍は唯一のシナジーを持たないピュア DPS なので、なんとなく D1 に寄っているっていうことが多いですが、固定概念はありません。侍でも D2 行く人はいるし、忍者で D1 行く人もいます。で、メレーに関してはパーティーによって異なることがほとんどです。2つ目、基本野良では応用が効かない。野良の常識として、
基本は応用が効かないと覚えておきましょう。質問主がそうであるように、本来練習していたポジションと異なる配置で練習するとなった時に応用が効かずに全滅することがあります。礼式に慣れていない人も混じることはあるし、まあ、ほとんどの人が最初で覚えた位置で練習したいと思ってるんで、変更があるとなかなか受け入れられないということです。例えば D2 でずっと練習してたけど、そのパーティーでは D2 希望の人がすでにいたので、被ってしまうことで D1 で練習することになり、今までと攻略の配置が異なるので、また覚え直しになってしまうということです。で、現実で言うと、例えば会社勤めしていて、ある程度その仕事に慣れてきたけど、急にやり方やルールが変更になったことで、なかなかね、こう受け入れられないっていうことがあると思いますが、あれです。で、これを防ぐには、パーティー募集文をよく読む、募集主にすぐ相談、自分でパーティー募集を立てる、まあ、このような対策がありますが、まず募集文をよく読みましょう。そこに MT 指名や D1 指名というワードがあれば、すでにそのポジションが占められているということです。逆に D2 で参加したい場合は、募集主にテルで D2 空いてますかの事前確認や、参加後に締めてもらうようにして交渉するのがいいでしょう。あとは自分で募集を立てれば、募集文に自分の希望の配置を締めておけば、ポジションを確定させることが可能です。一応暗黙のルール的な配置はこれですが、礼式に慣れている人であれば D1、D2 どっちも行けるっていう人もいるし、タンクもヒーラーも同様に立ち回れる人もいます。つまりパーティーに参加してきた人次第ということです。3つ目、マクロの意味を知る。まずマクロはギミック処理の際に事故を防ぐための3回の配置や、敵を攻撃するための配置を決めたものです。よくある基本3回を見てみましょう。これは例えば全員に直線上の攻撃や小範囲攻撃を行ってきた場合に、このように味方と被らないように3回します。この配置が基本のことが多いんですが、ギミックの処理次第ではこの配置も変わってきます。次のマクロを見てください。このような配置になることがあります。例えば全員にデカめの範囲攻撃が来る場合は、このようにして広く3回します。この構図はタンクとメレーの2名の近接組が内側になり、ボスに近くにいることで殴り続けることができます。仮にこのような配置を取ってしまうと、ギミック処理はできても近接組が殴れないために、パーティー火力が激減します。霊式であればボスが倒せるか倒せないか響くほど変わってきます。なので流行するマクロは、効率よくボスにダメージを与えつつ、ギミックを処理しやすいものが流行するのが基本です。そこでマクロを理解してくると、ポジションの変更にも対応しやすくなり、気づく人は気づきます。ほとんど真逆、MTST H1 H2 D1 D2 D3 D4、このペアで見たときに、マクロ上での配置は自分の配置と真逆のことが多いです。確かにギミック処理の配置自体は変わりますが、自分がもともと東なら西、南なら北というように配置が逆になるだけです。少し慣れてきた人はこれを理解するんで、最初は少し戸惑ってもすぐになります。D1、D2 どっちでもいいですよっていう人はこれです。ただ中にはランダム要素のあるギミックで、D2、D3 が調整役になるなど、ギミック処理が1個増えるっていう場合もあるんで、コンテンツごとに事前に確認する必要があるものもあります。この調整役が結構大変です。4つ目、タンクとヒーラーはぶっちゃけ自由。マクロの配置や偏りがあるのは分かったけど、厳密に言うとどうなのかっていうことで、まあ、ピュアヒーラーは H1、 バリアヒーラーが H2 という認識はありますが、絶対的な理由はありません。例えば白魔導士が H1 に行くことで火力が上がるわけでもなければ、ヒールワークが劇的に変わるわけでもないので、必ずしも H1 である必要があるわけではありません。ただコンテンツによっては指定することもあります。ただしこのローカルルールを認識している人が大半を占めているんで、野良で遊ぶ場合は事故を減らすためにこの認識でいる方が広く遊べて練習もできるかと思います。タンクならナイトとガンボレは ST よりという認識もありますが、まあ、性能的にぶっちゃけどっちでもいいですし、ヒーラーも同様であると、そういうことです。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。キャプテントラジロウ駆け出していく大きな裏バランウェイと、この世界は広い、旅は終わらないのさ。